1個目しょうこちゃんです。サシスとか揃ったらさ、めっちゃいいなとは思ってるんですけど、続いて2個目いきます。せーの、あ、灰原くん、灰原くんです。2個目。そして最後の1個、まあ、すぐるくんが来たらいいなっていう感じではあります。いきます、せーの、あ、しょうこちゃん。缶バッジはね、かぶってる。3個買って、しょうこちゃん、灰原くんでした。続いてはこちら、トレーディングクリアカード白押しバージョンの花火となっております。こちらがね、440円ですね、1個。ということで開けていきましょう。2枚購入しております。いきます、1枚目。せーの、おー、やば、サトルくんだ。え、めっちゃ綺麗、このカードキラキラしてるし、サトルくんでした、1枚目。続いて2枚目いきます。せーの、おー、やっぱやばいです。これはサトルくんとスグルくん来ました。あ、ナナミンだけランダム来てないんだ。続いてはこちらのステッカーも購入しております。こちらが1枚495円となっております。サトルくんはアネルにあげます。ちなみにこちらのポップアップの特典が3000円で1枚、こちらのトレカがプレゼントということで、エポスカードを持ってるともう1枚もらえるっていうことだったんですけど、今回はサトルくんとしょうこちゃん、こちらが当たりました。続いて池袋のジャンプショップにも行ってきて、こちらの毎日ブロマイドの五条先生もらってきております。こちら5枚もらいました。だいたいね、30分ぐらい並んでもらったんですけど、本当にね、暑い中皆さんお疲れ様でしたっていう感じで、めちゃめちゃかっこいいです。あとアニメートに行ってきたんですけど、あの特典欲しくて行ったんですけど、マジで本当に何も欲しいのこれしか残ってなくて、これのダイカップステッカー3枚と、あと傘につけるスグルくんを1個購入しました。これがね、550円で、このステッカーがランダムなので見てきましょう。こちらが1個330円ですね。コウジくんが出ればいいなっていう感じなんですけど、まずはね、1枚目いきます。せーの、やばー、え、思ったより大きいんだけど。コウジくん来ました。これスマホの裏に入れようと思ったんだけど、ちょっと大きいかも。めっちゃ可愛い。え、これは嬉しい、普通に。続いて2枚目いきます。せーの、おい、あ、黒井さんもいたんだ。これ何、全何種なの。全12種なんだね。全12種黒井さんです。当心の当時くんもいるはずなんですよね。最後の1個いきます。せーの、あー、待って、やば、今週さんめっちゃバラバラに撮ったのに、この2人が揃うっていう、可愛すぎるこのステッカーで。ちなみに今アニメートでも呪術廻戦ウェアがやってるので、1200円以上で
得点のトレカがもらえるんですけど、今回はしょうこちゃんでした。めっちゃかわいい。こちらね、連動得点やってまして、3回フェア中に行くと連動得点のブロマイドが3枚もらえるということなので、皆様ね、8月11日までなので第1弾お忘れなく。はい、ということで招き猫のグッズ開けていきましょう。今回はこちらのゆらゆらチャームアクリルスタンド、こちら2個購入しております。これね、サトルくんめちゃめちゃ可愛くて、サトルくん欲しいんですけど、とりあえず2個買ったんですよ。お、いきます。1個目、せーの、あ、しょうこちゃん、めっちゃ可愛いんですけど、これこんな感じ。家に帰ってちょっと綺麗なカメラで撮り直しましょうね。これサシス揃えたい。台座もこんな感じです。てかサシス揃えるの2個しか買ってないじゃん、追加しない。続いていきます。せーの、あ、待って、すぐるくんめちゃめちゃ可愛いんですけど、やばい、待って、サトルくん欲しいからこれは追加。続いてこちら、スクエア缶マグネット1個購入しております。これはね、660円ですね。いきます、せーの、あ、サトルくんだ、待って、めちゃめちゃ可愛い、このサトルくんがマジツボなんですっていう感じでね、ちょっと家に帰って購入したグッズの方を綺麗に並べたいと思います。はい、ということで帰宅したので購入したグッズ並べてみました。結局なんですけど、これアクスター追加してサトルくんもお迎えできました。今回ね、招き猫は結構ミニキャラの方がねツボだったので、これはね絶対欲しかったんですよ。このゆらゆらする感じがめちゃめちゃ可愛いのと、あとはね、こちらもサトルくんが出たので、今回のね招き猫はこれは大満足ですね。あと丸いのポップアップのカードなんですけど、クリアなのでこのケースに入れたら透け感がすごい目立ってね、これもすごいお気に入りになりました。この2人来たのがめちゃめちゃ奇跡です。あと池袋のジャンプショップの毎日ブロマイドなんですけど、いつもジャンプショップでもらうとジャンタなんですけど、こんな感じで3作品がプリントされてるので、表も裏もめちゃめちゃかっこいい仕様になってます。今日ね、五条先生もらった方本当に暑かったと思うのでお疲れ様でした。てな感じで、ちょっと行ってなかったイベントを今日一日でぐるっと回ってきたんですけども、またね、呪術廻戦のイベントあったら行ってこようと思うので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。